はい、どうもジンさんです。今回はブリーチ宣伝決戦編アニメ第22話、マーチングアウトザゾンビーズについて語っていこうと思います。先週の総集編をまたぎ2週間ぶりの本編ということで、今回も大変素晴らしい回でございました。作中屈指のマヨリとジジの掛け合いや黒土ムクロ部隊の登場、特にクールホーンは登場数分で爆笑の渦を巻き起こしてくれました。今回も原作と比較しながら色々と語っていこうと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは続けていきましょう。ブリーチ宣伝決戦編アニメ第22話、マーチングアウトザゾンビーズ。原作65巻の587話から591話までが大体まとめられておりました。冒頭は前回の続きからで、石田ウリュウがユーハバッハと共に霊王宮へ去った後の残されたイチゴたちの様子が描かれております。このシーンについてはイチゴたち以外が風圧の被害を受けている様子が追加されていたり、凶楽が和尚の企みについて言及するシーンが追加されていたり、イチゴのセリフに少し変化があったりしましたが、大体の流れや中身は原作とほぼ変わりません。ただイチゴのセリフについては触れておかなければならないでしょう。原作ではチェロとの会話の中で、ぶん殴って連れ戻すというイチゴらしい回答を即見出し、3人はすぐに動揺を振り払っています。しかしアニメにおいては、イチゴはこの戦いが死神とクイーン氏の戦いなら俺と石田はと、戦いが始まってからずっと悩んでいたことが明かされました。死神とクイーン氏、1000年以上続く因縁、決して相入れない存在ですが、イチゴと石田は肩を並べて戦ってきた仲間だから、種族間の因縁なんて俺らには関係ない、だからぶん殴って連れ戻すという感じでたどり着いています。この補完についてはそのまんまですね。お互いがどんな存在であろうが、俺らは俺ら、友達だろって、最終章終盤のシーンへつなぐ前置きのようなシーンだと思います。というわけでオープニングを挟みまして、オープニング後はまず白夜と彼に立ち向かうナナナ、キャンディ、ロバート3人の様子が描かれました。これは原作にはなかったシーンですね。原作ではいつの間にか先の3人は白夜にやられてしまっていたので、今回対峙する様子が保管されたということになります。戦闘シーンについては保管なさそうな気がしますが、どうでしょうか。続いては駒村と伊庭さんが映されます。こちらもアニメ保管ですね。二人も瓦礫からなんとか生還しております。駒村が可愛いと思うのは不憫でしょうか。また伊庭さんは逃さんと駒村と共に強い意志を持ってユーハバッハの元へと歩みを進めていることがわかります。続いてはレンジとルキア VS バズビーが描かれます。ここは原作にあったシーンであり、内容は原作とほとんど変わりません。レンジは挽回を解放し、ルキアを瓦礫から守るのがたまらんですが、ここで二人は石田ウリを察知します。一方でバズビーはホルシュテンリッヒのままレンジとの掛け合いに発展します。ここカットされなくてよかったというのが本音でした。バズビーのモヒカンをニワトリとバカにしたレンジと、レンジの眉毛を褒めたバズビー、歌物同士と思われる両者でしたが、少し趣味が違ったようです。この後バズビーが大技バーナーフィンガー4を繰り出して場面が切り替わります。あわよくばここの戦闘保管されないかなと思っていました。挽回レンジに対してバズビーがどれだけやれるんだ、ここが知れるとバズビーの強さが大体イメージついてくるんです。彼は真面目な戦闘がハッシュバルトだけですからね、いまいち強さのイメージが湧かないんですよ。しかしその願い虚しく、残念ながら他はなさそうです。続いて原作では霊王宮へ移り、ユーハバッハご一行がキリンリ天次郎と対峙するのですが、今回はカットというか飛ばされております。今までもあった通りシーンの順番を入れ替えているのでしょう。というわけで場面は VS ジジとなります。まずは一角弓近が相手しており、そこからゾンビエタ登場まで描かれました。ここら辺も原作と変わりませんでした。そう、原作と変わらず弓近のあのセリフがカットされませんでした。ちゃんとアニメでもジジの本性が描かれ、ちゃんと性臭い男ということが明らかにされました。今まで可愛い声と言動に頭がおかしくされておりましたが、弓近のおかげで正気に戻ることができました。ジジは男でも別にいっか。というわけで続いてはイチゴたちと浦原さんのシーンになります。霊王宮へ行くために用意された柴家の砲台のコピー、しかし柴家秘伝の技術で建造された砲台の完全なコピーは難しく、一発打ち上げたら壊れてしまう劣化版でした。とは言いつつも、ゼロ番隊が精霊邸に来た時点で前よりは霊王宮へ行くことを想定し、このコピーを作成していたそうです。また浦原は誰かが霊王宮へ行く手段を整えるだろうと予測していたとあります。実際そんなことできるのは前よりしかいないんで、浦原は前よりを信頼しているということが伺えますよね。とまあこんな話はいいんですよ。わかってます皆さん。原作ではこの後描かれていた織姫の服の下りがカットされているんですよ。これはなんということだ。第2クールの目玉と言っても過言ではなかったこのシーンがカット、アニメで見られないなんて現実受け止めきれません、って皆さんは思ってるんでしょう。しかし僕は違い
います。なぜなら僕は織姫の服のくだりはあまり興味がないからです。僕が興味あるのはもちろんこの方、せーの、地方院よるいちさん。ついに登場しました、神ゴッドヴィーナス。ちょっとアニメだと大人っぽく描かれちゃってますね。こういうよるいちさんも可愛いですが、僕は原作のちょっと幼い感じがあるよるいちさんが好きですよ。まあでも久しぶりに声が聞けてよかった。とりあえずこれぐらいにして本編に戻りましょう。妻はヒヨリラ現世とソウルソサイティとの間のクソめんどい世界の歪みお直したいとともに、現世の歪みができる瞬間と消える瞬間に発生するエネルギーを確認することに成功しました。2つの世界をつなげるほどの膨大なエネルギー。アニメでは歪みを発生させる目的が濁されておりましたが、原作ではソウルソサイティを混乱させ戦力の分断を図るためと裏腹が推測しております。あえて濁したのは説明を省くためなのか、それとも別の理由があるとしてアニメ保管するのか、現状では分かりませんが一応共有しておきました。というわけで打ち上げに必要なエネルギーが手に入ったということで、場面は切り替わり VS ジジゾンビエッタに戻ります。弓近はバンビの能力を看破する動作力の高さを見せ、まるで一角と共に戦えるのが楽しいと言わんばかりの笑顔を見せ軌道を放つなど、アニメでしか得られない要素が見られて興奮しておりました。またジジの変態的な発言に対して弓近のの間違いだろうというセリフはカットされておりました。あまりにも直接的な表現すぎたのでしょうか。いけたならいけるかと思っていたんですが、カットされていたのでそういうことなんでしょう。そしてピンチの一角イミチカの元へ、あまりにも眩しいマユリ様が登場します。満を持しての登場に SNS は大盛り上がりでした。個人的には結構光ってるなという印象でしたね。そしてマユリとジジの絶戦、ジジの即論破はカットされず無事見届けることができました。やっぱジジってレスは強いですよね。何話だったかの集会所でもキャンディーだったかを即論破していましたし、この後も細かいところで鋭い指摘を繰り返しております。というわけでここからマユリVS ジジが描かれていきます。ゾンビエッタがジジの血を欲しがるシーンカットされませんでした。この後の展開を知っている身からすれば、このシーンはジャブみたいなものなのでね、もっと先にあるエグいシーンがカットされるかどうか、そこに注目しているところであります。ちなみにドSのジジはボロボロで血を欲しがるぐらいのバンビが好みだそうで、あえて血をやらずに放置プレイを楽しむというようなことが小説で描かれております。その一端がこのエグい表情から伺えるってことですよね。すっごい何とも言えない表情をしてますよジジ。これは単純に久保先生の画力がすごすぎます。というわけでマユリとジジの戦いが開始。マユリは持ち前の科学力を持ってバンビの強力な能力の無力化に成功します。バンビを封じ込めてしまえば、直接的な火力を持ち合わせていないジジはマユリにとって相性のいい相手と言えるでしょう。アスキンですら戦わずにその場を去ったように、マユリに特殊な攻撃はなかなか通用しません。しかしジジは大量の11番隊大使をゾンビ化し応戦しました。ここのマユリのセリフ、地合いに脊椎が生えて動き回っているような私などはいいですよね。僕もそう思います。というわけでここでついに黒土ムクロ部隊がアニメで登場しました。ここも一つ目玉のシーンと言ってもいいでしょう。クールホーン、ルピ、キルッチ、ドン・パニーニじゃなかった、ドルドーニ・アレサンドロ・デル・ソカッチオ、死亡したはずのアランカルたちがマイルの手術によって実質蘇生されております。クールホーンとユミチカの掛け合いがたまりません。ここマジで面白いですよね。ちなみに彼らはマイルの手によって大幅に強化されており、それはマイルの電撃によるしつけを耐えられる防御力に限った話ではありません。彼らは冷圧がはるかに上昇し、レスレクションの能力も数段上の段階へ至っています。一方でゾンビエッタは弱体化しています。ジジの能力は死者の場合生前より弱くなるというデメリットがありますから、ゾンビエッタは生前ほどの力がないわけなんですよね。そういった事情があるので、この後クールホーンはゾンビエッタにあんな強く出ていたというシーンでありました。また少し順番がずれましたが、黒土ムクロ部隊のゾンビ大使が交戦する際、静止しようとする一角イミチカに対して言ったマヤリのセリフも注目です。大使すべからく御帝に失べし、御帝に害すれば自ら失べし、君らの尊敬する前総隊長殿の言葉だよ、ということで、私は尊敬していませんがという意味が含まれていますよね。このマヤリの山路に対する評価というのは自分の報告を無下にされただけなんでしょうか。他にも何か事情というか、マヤリにそう思わせる出来事みたいなのがあったんだろうなと、そう思わせるセリフだなと個人的に感じました。というわけでクールホーンとジジの会話もカットされず、再び切れるジジが見れて安心しました。そして先ほど早とちりで解説した通り、ゾンビエッタじゃあクールホーンに歯が立ちません。彼女の必殺ビューティフルシャルロッテクールホーンズファイナルホーリーワンダフルプリティスーパーマグナムセクシーセクチグラマラスセロリバイブにより、ゾンビエッタは一時退場。いよいよジジバンジーキュースかというところで登場してしまいました。ゾンビ室外でございます。これまで余裕だった前にも面倒くさそうな表情を浮かべるほどの強敵が出現してしまいましたね。アニメだとかなりゾンビっぽいというか、顔から正気が感じられませんよね。原作ももちろんカラーが相まってゾンビっぽかったのですが、アニメはアニメでまた違う味わいがあるというか、なんかそんな感覚になりました。というわけで22話
ガーはエンディングを迎え、次回獄関東館はなんと新規書き下ろしでマユリ様、何遍見ても命からがら。このからがらの部分は調べたところ、虚しきからとか泣きがらとも読むようで、 VS ゾンビ娘だったり、自身の黒土無黒舞台、後に登場する新たな地ゾンビたちなど、ゾンビゾンビした戦いを獄する関東館においてからがらというのはさすがですね。何遍見てもという部分に関してはマユリの研究者らしさが伺えるというか、個人的にはそう受け取りましたが、皆さんはいかがでしょうか。次回はもう少し精霊帝の戦いが描かれそうな気がします。第2クールクライマックスまでもう少し引き続き楽しんでまいりましょう。以上、アニメ22話についてでした。動画の内容がだったでしょうか。皆さんの感想、考察はコメントから教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価お待ちしております。